Danders。 はい、今日もワルダンダース占いをやっていきます。いや、前回のあのゼネスにね、勝てたのはもう奇跡に近い一発クリアっていうのはね、次は決勝戦ですね。なんつってもマジボ、マジボ、シャイニングガイザー、シャイニングガイザー、あとはアリシアの、とことん移動攻撃、あれに全て耐えてよく勝ったなと。多分10回やって1回勝てるかどうかだと思うの、ほんと奇跡だったなと思います。これも一発でクリアしたい。はい、じゅ、この最終戦までよく勝ち進んできたな。採点は楽しんでもらえたか。あ、存分にな。クラニス伯爵、お前がなぜここに。ハイジのおかげでダフネリオンのみならず、我が町も再び、じゃない、滅びの運命から救われた。貴様には礼を言わねばなるまいとやってきたのだ。なかなか面白い余興ではないか。わしも参加させてもらうぞ。なるほど、最後の相手はお前か。クラニスだけではないぞ。主催者であるこの私も参戦しよう。神とダフネリオンの教師とセレファスの町の支配者、これ以上の相手はあるまい。いやー、強すぎでしょう。確かに締めくくりにふさわしい戦いになりそうだ。どっちが強いのかなー。民たちを、しかと見よ。これより祭典の最終行事を取り行う。私とクラネスとハイジ、世界に並び立つ力の共演に酔いしれるがいい。今まではなんか片方を狙ってればよかったけどっていう感じなんでね。さあ、エンディーグとクラネスがハンデ6。はい、ハンデ6はというと、周回ボーナス 125%、通行量 150%、初期配置がグレートフォッシル、レベル2が3個と。なんだけど、グレートフォッシルはですね、一回ここ見てみますと、通行量取れないと。まあ、ピース状態なんでね。で、倒すとティラノサウルスに変身して通行量取られちゃうんで、基本は倒さない方向でいきます。で、相手の手札を見て、シルフ、ソウルレイ、ダイヤマ、ワンダーチャム、エナジーフィールドということは、エンディーグは、守り重視だね。クラネスは、カクタス、ピクシー、ダイヤマ。こっちも守り重視。バーニングヘルは食らわないから大丈夫な。まあ、どっちかというと、チブックの方が援護で倒しづらいから、クラネスの方を狙う方向で行きましょう。まあ、ダメージスペルないから、地と風だから、僕は火か水で行こう。まあ、水あたりが良さそうだな。火もここ空いてるし、水もここ空いてるし、空いた土地を取りに行く感じで、行きましょう。火か水。どっちがいいかね。こう、火にするか。よし。こう回って、E を通り、で、N、W という方向で行こう。一本道を制圧するのがやっぱね、強いんじゃないかなという。それから、おぉ、こっちもプロフェッシー。同じことを考えてる。エナジーフィールド。あー、これどうでもいいところにエナジーフィールドかけてくれたの嬉しいね。エナジーフィールドは攻撃無効化なんだけど、どうせそいつ攻撃しに行かないから。シルフね。殴りに行くはありだな。ソウルレイは確か巻物30ダメージぐらいだったんで、ああ、血強いね。いきなりそこにカクタスを押せられた。カクタスこれ、今までいなかったけど、これ、バルダンの天敵ね、これ。相手が水か風の場合 HP が100になるという。おかしいだろ。だから火か地に変身してくれないと、およそ倒せない。まあ、クラネスの方がやばいということで、クラネス潰していきましょう。やばいね。これ、全部やばいじゃんね。まあ、一番嫌なのはこれだな。ファイアービークだね。さすがに無理だ、これ。すげえ嫌なやつばっかり揃えてやがる。倒さない。倒さない。ゼロ G だから無視。火も持ってるのか。ちょっとめんどくさいな。もう火か、ぜか。うわぁ、嫌なとこ置いてきたな。しかもダイヤアーマー持ち。
まあ、エンディーグは、今金がないから攻めるなら今はチャンス。エンディーグは無視していいな。やっぱこの、クリーチャーの、これカクタス上げるでしょ。あ、違うんだ。まあ、そこに置かれるならまだマシだな。まあ、クラネスがやばい。こっちだ。バーニングヘルって、風ね、風は、なんか、取る気ないんだよね。もう、徹底したクラネス狙いってすると、風はいらない。こいつ風に置いてくるだろう。そうだよね。まあ、エンディーグはやる気なし。もうクラネス、1点狙いでいきます。ああ、レミッション強いかも。そうだよね。こういうので潰してくれるから。ああ、僕は潰さなくても勝手に死んでくれた。これは嬉しい。クラネスは血を取りたがる。今は弱いから、今がチャンスというのも言える。さてと、ああ、これもいいが、とりあえず、クラネス1点狙い。で、倒しにくいのは先制なんで、先制の、これだな。ダメだ。ファイアービークはほんとダメだ。ガーゴイルって思ったんだけど、ファイアービークほんとダメだ。許しちゃいけない。2匹もファイアービーク倒しちゃったよ。あれは倒せないから虫。ここはなかなかいいぞ。交差点は可能性があるからな。虫。素晴らしい。あー出た。カラドリウス許しちゃいけない。置くなよ。よし。ちょうど置けない。ちょうど置けない。よし。いいね。絶対カラドリアスやつは起きたかったはずだからな。カラドリアスは絶対許しちゃいけないっていうのは鉄則だからね。このゲームは。これはさすがにカクタス上げか、地変か。これはちょっと落ちないよね。まあ、しばらく防具引かないっていうところだけがチャンスだな。クラネスはどうでもない。ダイヤもワンダーチャーム潰したいんだけど、潰したいのはカラドリウスなんだよね。サンサラ抑えてるのでかいと見るか。リンカネいらないからギフトしよう。今一度の引いてくるなぁ。しかも。これはちょっと。あれだが。なんか上げて勝負してもいいんじゃないかという。いやぁ、横移動して倍ミスからの叩きか。まだ上げるのは早いよな。上げてクイックって言っても、ないことはない。で、リンカネいらない。それ以外が問題だな。クイック使うだろう。チャリ。ああ、チャリ使えるな。シャッター捨てるのみたいな。1,2,3,4,5,6,7,8 ということは、まあ、チェンソーは後々強い。あ、チェンソーで倒すって言ってもあるか。やつは、うん、?4 連鎖 80! 落とせるな、これ。いくらなんですか、今。防具ないでしょう。80。今こいつ130だとしたら、50が出れば、チェンソー一発いくありだな。シャッター一枚いらない。クイックではめる。はめたらスリムでもある。ちょっとシャッターちょっと切っとこう。だったら使っとけって話ないな。うわー、隣置くなよ。置くなよ。ちょっと、あげは早計だったか？シポーグ引かなければチェンソーであそこを落とすことができる。踏んでくるんか？踏んでくるんか？倒すよ倒すよ。来た。来ない。いや、これクイックありだぞ。クイックありだぞ。クイックありだぞ。ちょっと待てよ。ここ、まず来るやつは誰だ？まず来るやつは誰だ？エンディーグは先。エンディーグは、ソウルレイ、ダイヤアーマーしか持ってないから、ソウルレイさえかわしてしまえば、かわせるでしょう、これ、スリングで。
さあ、2連鎖を増やしたい。ああ、そうはいかんか。連鎖を、ここで風土地が取れたらもうでかかったのにな。これ横やっつけるために多くありだな。さあ、死ね。死ね。変なものが出なければ叩けるはず。よし。あ、関係ないや。関係ない。びっくりした。はい、死ね。まず一回死んでくれないとね。まあ無理でしょう。よしよしよし。よし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 。まあいい展開だ。で、これで。よしよしよし。エンディングは弱いということ。わかった。よしよしよし。よしよしよし。でもそのうち移動攻撃してくれな。こいつはちょっと強すぎんだよね。こいつは踏むのもやめてほしいし、隣に置くのもやめてほしい。よし。スパークボールも非常にいいんだよね。ああ、どうでもいいところに置いてくれたのは非常に良い。マジックシェルターありだな。これ、隣にマジックシェルターだな。ここを倒すのは、まだ。もうちょっと奴の連鎖が増えてからにしよう。これ、隣にマジックシェルターだな。横移動させない。今、一瞬自分にかけようと思ったんだけど、それは、やっぱり別にいいだろう。ここ踏む可能性高いな。ここに可能性は高いが、チャリオットから叩く。よし、どうだ、に来たぞ。一発で勝てないか。いやー、さっき風土地取ってたらかなり良かったのにな。来んなよ、来んなよ。空き地に行け。よし。よし、よし、よし。あー、カラルスはちょっと問題だな、置かれた時は。さあ、あとはクラネスがどうするか。ああ、ドリルランス。ああ、こいつ防具引く前に倒さないといけない。待ってください。待ってください。そこ許してください。ああ、ここはちょっと許せないでしょ。隣をやっつけるためにここは生き残らないといけない。先制で、やつは20、20分、60。先制40、50。いけ。いけるはず。ああ、チャリオットで倒すという夢が。まあ、なんでちょうど踏むんだよな、これ。しかもクリーチャー置いちゃったから、カクタスに攻められない。やばい、クリーチャー出ないとやばいぞ、これ。うわー、いいの出てるのに。チャリ、チャリ、チャリっていうわけにもいかないしな。これ絶対踏むだろ、これ。そのうち。クリーチャー出てください。フェイ、フェイ、フェイで ST 上げるつもりだな。そうはさせないぜ。そのためにランプロを貼った。あとは、あーでも今、ちょっと待てよ。よく考えると、アスペクタローブがある。よかった。これ殴りに来るのか？うわー、気合だなー。あ、違うか。上げたのか。これバイミスからの、あれで落ちるから。この辺は余裕だな。よしよしよし、いた。危ない。うわぁ、シェイプシフターじゃ勝てませんよ。おーい、ダイスが出た。これは嬉しいダイスが出た。これ踏むのは辛いから、どっかと交換、ないな。このガーゴがめんどくさいな。横移動絶対してくるからな。こっち置いて、僕、あと W を通らないといけないな。W だったら、まあ、近い方から行った方がいいか。まあ、バイミスが出れば、そこの、ピクシー倒せるから、バイミスもしてくる。おー、リリーフもさせないランプロ。最強。殴れ、殴れ。カラドリウスで殴れよ。あー、ついに来た。カラドリウス来ました。踏ませたはずなのに。スペクターローブでおそらくも。さあ、レベル上げてくるか、地変か。いやー、上げれば上げるほど僕のチェーンソーが火を吹くぞ、きっと。おー、クリーチャー出るね。いいね、いいね。まずは、超えておく。
で、どうでもいいやつを置いておくと。よし。またエナフ。ここ、カラトリスかな。あ、違う。そういう、どうでもいいとこにエナフかけるんだね。エンディーグは。だから、エンディーグはまあ無視して、そうやって回って、そっちから回ってくれると、かなりの確率で、あそこを踏んでくれる可能性が高い。あげるねー。よく見たらクランです。5047もいってるじゃないか。むしろ踏んでくれて、そこを僕は守らないと。変な、あ、ドリルランスがある。あ、虫虫もある。きつい。来たったよ。来ちゃったよ。来ますか、やっぱり。虫虫ドリルランス強打。耐えられるかどうか。耐えられる、耐えられる。余裕、余裕。出た。出た。いや、まだわからん。まだわからん。わかるね。わかるね。強打はなかったけど、あ、強打が、で、こう、肝心なところで、今ここ踏んでくれたら僕勝ちだったのに。まあ、ムシフシュごときね、大したことないよ。あっさりやっつけてやるわ、こんなやつ。50。60だろ ?60 ぐらい出るわ。まあ、バイミスかミラーワールドが出たらもう僕の勝ちだよ。アウトレイジ。トリチなんかやるとこねえじゃねえか。あ、ここか。これで殴り合いか。やらせとくか。こっちが、クラネス。こっちがフェイ。うん、違う。こっちがダイヤーマー。こっちに使わせて、クラネスがガツンと攻める。いや、武器持ってる時の方がいいな、これ。いや、特に言うことございませんって感じだな、これ。出た、カラドリさん。殴り合わせたいところなんだけどな。いや、いいとこ置くね。ちょっと、あ、ボンズがそこは嬉しいだろうな。いやー、まさかドリルランスでやられるとはな。もうちょっとなんかあったら守れそうな感じもしたのに。火の連鎖もいい感じですね。お、ドラゴンオンでこれ落ちんじゃねえの。60か。60じゃあ無理だな。60なんだ。ドラゴンオンじゃ落ちないな。これ使えって出てるけどないよな。ここか。あ、ヒルズ使うの忘れたよ。倒すはないな。ヒルズ使うの忘れてた。変身。おお、いい、おしゃれに燃えた。むしゅしゅむしゅしゅむしゅしゅ。あー、ピクシーか。あー、何もしないでいい土地が取れた。ありがとうございます。本当は僕は死んでたはずだから、これはまだ大逆転あり得るぞ。やつが、エンリーグは1。エンリーグじゃない。クラネスが1に3を出さなければ、僕があそこを奪える。これ美味しい。と言わざるを得ない。3出すなよ。3出すなよ。よし。よしよし。これはいい展開だ。はい、ありがとうございます。美味しくいただきまーす。エロージョンいいんじゃないこれ。エロージョン。あ、消えないな。チャリ。あ、まず秘術が先だな。でもなんか捨てることになるのはもったいないな。チャリオット打ってからの、いや、チャリオット。でもこのアイテムでどれを捨てるかって言われるとまたそれも悩ましいもんな。あ、エロージョン捨てればいいだけか。あ、僕は死んだんだ。あ、自分になっちゃった。あ、バッカーじゃない?何してんだよ。あ、いいダイスが出ちゃったね。これは、こっち行くに限るでしょう。はい。あ、すいませんって感じで。あららららららら、美味しくいただいちゃいました。ちょっと焦って、シェイプシフターが自分で自分になっちゃった。なぜやってしまったし。エンディーグはもう無視していい。クラネスだけ。点突破で。
絶対踏まないからな。これ何もせずに、普通に周回してると8000いきそうだな、やつ。レベル上げでしょう。どっかを無理やり落とすしかないな。あの、ムシュフシュだな。ムシュフシュ連鎖してないんだよね、これ。チャリを、火を落としてもしょうがないしな。血を落とさないとしょうがないんだよ。からね、スチ4連鎖。うん、どうしようもないね。エロージョンってわけにもいかないし、ランプロ、ランプロ、自分をランプロで守ろう。これがいい。よし。うん、終了。いやー、普通に来るんですが、終わってしまう。終わってしまう。なんとかいい方法はないものだか。あ、来たねー。そんな手があったのか。そりゃ、忘れてたわ。それは忘れてたわ。確かに。なんだっけ、あいつ。呪いを外すっていう、秘術を持っているという。来てみろ。隣来られるのは困るな。しかもグローフォーン持ち。これは叩くしかないんだが、俺は倒せるからミラー打って、ミラー打ってチャリオットだね。ムシュシュが倒せないのはちょっと悔しいが。虫を踏んだら終わる。やめてください。よし。これは、チャンスあるな。チャンス、チャリオットでまずあのグローホン殺せるだろう。でもクランスは移動攻撃してくると思うんだよな。それに耐えられるかどうか、一旦だけ耐えてほしい。頼む、移動攻撃せずにレベル上げか地変をしてほしい、クランスさん。よし、よし、クソダイス。あ、これミラーのせいで落ちるってことか。うまいね、うまいね。うまいね。でもこれお互い殴り合わせれば。クラネスなんか武器ないのか？クラネスじゃない。エンディーグはソウルレイしかないのか。まあ、まずは僕はチャリオットで。横移動絶対してくるから、これは倒しとかないといけない。70、70だもんな。おー、ボンズ強い。ここは OK だとして、カクタソウルをなんとかしてやっつけたい。これ行くしかないのか？ダメだ、ハングリーマスク持ちだな。しかも今連鎖落としたから、いくらですよ。80。あ、まず、それよりもまず。あれだ、クリーチャーがなかった。レベル上げ、なんか、クリーチャー出ないとこの辺踏んで終わっちゃうじゃんね。よく考えたら。まあ、仕方ないな。ガーゴイルは、ってだけか。これも、いや、倒すかって思ったけど、倒せないわ。いや、座れるんなら、入れとくか、多少は。さあ、クラネスに追いつけるか。インディーグは頑張ってくれないと。武器出ろ、武器。武器。すげえ、ST の高さ。おー、いいね。セイントで大体でも落とせるんか。ああ、次回で死ぬのか。あ、それは忘れていた。すげえ、エンディーグは水子連鎖。水くりないの。これはいい、落としをしてくれたな。あとその虫伏しをなんとかね、してくれれば。これ攻めるんじゃないかな。上げなんだ。終わる。シャッター出た。
シャッター出たけど、いやー、先にアングリーマスクだな、クラネスの。これで、回復まで全然耐えてくれ、耐えてくれ、耐えてくれ。耐えた。で、次。ここでも踏んでたら、この辺終わってたもんな。なんか、プロフェシーの方では、よし、次、プロフェシーからの2、チェーンソーで落とす。さあ、アラームからどうするんだ？横移動とか、なんか、頑張って倒してほしい。置くだけか。さあ、クラネスは1個レベル上げたら終わっちゃうというところで、カクタスが僕は落とせるかどうか。アイミスかければカクタスも落ちると思うんだよな。いやー、黄色取りいくか？違う、緑か。これで？おそらく、8000いっちゃうでしょ、これ。うわー、ひどい。このターンにカクタスを落とさないと、おー、落とせるかも。アウトレイジっていう手があるか。クラネス、クラネスか。あー。こいつは。あー、こいつは40、100になってるわけだ。こいつ感応しちゃうんだよな。ちょっと待てよ。エンディーグさん？エンディーグさん？いい武器持ってくださいよ。ちょっとエンディーグさん。ヘイストで終わりじゃんね。くそ。アウトレイジで1個でも落とさないといけないんだ。アウトレイジで落としたいところが。あ、ここか。ここを落とせば。70、無理だな。力こっちって思ったけど、エンディーグが守っちゃうんだよね。エンディーグは守っ、待てよ。エンディーグアンフィビアン使ってくれるってことないかな。アンフィビアンで逆襲する。エンディーグは。まあ、それにかけるしかないよね、でもこれは。あ、その前にプロフェシーやらないと無理なんだ。プロフェシーからの直踏み落とししかないと。この辺とか。踏んだらどこでも落とせるからな。この辺でもいいし。無臭不臭でもいいし。無臭不臭3連鎖じゃん。よし。プロフェシーしかないな。プロフェシー直踏みしかない。おい。おい。お、6。あ、来た！来た！これはチャンスあるぞ。こっちが落ちるな。こっち無理だけど、こっちは落ちるな。待てよ。150だもんな。100。あー、あいつならいけたかな。ここしかない。いいダイスが出たな、これは。指令、ここだろう。ここにチェンソしかないね。ここっていう手もあるか。あ、こっちの方が効くな。よし。ここに、チェンソーで、クラネス3連鎖してる。死に3連鎖してる。ここに行けって言うけど、ここ落ちないんだよ。チェンソー3連鎖してるから、確実に60は出る。チェンソーで。これがいいや。あ、そうだね。完璧だ。ギリギリ止めた。よし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 。100。おー、止めた。よし。踏まれた時に守りきれない。あ、まあ、ドラゴンオーブルとかあるか。多分ヘイス。アウトレイジが切れるんか。アウトレイジだけ消すなよ、ちょっと。あー、バカ！バカ！僕が頑張ったのに。アホか。なんじゃそれ。あー、さっさと。レベルが低いうちに仕留めておけばよかったんだなぁ。なんだよ、これからだっつうときに。一応ドリルランスがあったからチャンスはあったんだよね。全売りもしか。いやぁ、やっぱクラネスだけだな。エンディーグはクソ。お前が踏んでどうすんだよ。
これからだっつうとこで。バカだなぁ。いやぁ、この上なく悲しい終わり方だ。どうにかかったか。いい刺激だ。いやぁ、ちょっと ST 高すぎ。でもまあ、勝てる兆しはあるんで。見よう。あそこ踏まれた時にね、あの、変身がトーテムポールじゃなければ。僕2戦2勝、クラに3戦3勝、エンディング1戦1勝。最後踏んだ、バカなんだよ。くそ。くそ。これからだっつうところで。まあ、ブックは悪くないでしょう。次は勝てる。